はい、はい、和歌山県白浜町にお住まいの浜田恵子さん、35歳の主婦の方です。はじめまして、亀岡局長殿。私は和歌山県の白浜に住んでいます、うん、実は探偵の皆さんに調べてほしいことがあります。それは我が家で飼っている犬のさっちゃんのことです。さっちゃんはもともと野良犬で、我が家を新築した時に顔見知りの電気屋さんがお祝いに拾ってきてくれました、うん、お祝いに変わったお祝いやな。さっちゃんは避妊手術をしてから異常に太りだし、うんうん、今では私の体重と変わらないかもしれません。でもその大きな体で毎日せっせとどこかへ出かけていきます、うん、近所の人たちからこの前白浜駅にいたよとか、うん、スーパーマーケットの前にいたよとかよく言われます。そしてさっちゃんは心優しい人に車で家まで送ってもらったり犬ですよね、まあ、また暑い日にはスーパーでアイスクリームをおごってもらってます。そこで調べてほしいのはさっちゃんの足取りなのです、うんうん、さっちゃんは一体どこで何をしているのか調べてください。変わった、変わっちゃう犬ですよね。もうそもそも野良犬を祝いに拾ってきたというところから変わってますが、元野良犬ですからスーパーとか駅とかにうろうろ出没するんでしょうね、さあこれを一体どこで何をしているのか、さっちゃんの足取りを、これを越前屋ひょうたくんがやってくれました、まあ、というわけでして、まあ、さっちゃん、まあ、このそもそも名前がですね、あの幸、幸せっていう字ですね、うん、あの家に幸あれと、うん、いうことで幸が来たわけです。家に、なるほど、よかった、一度みんなね、やった、うん、やっとうちの家にも幸せが来たって言ってたら、うん、その幸ちゃんが出ていくわけですね、うん、せっかく来た幸せが一体どこへ行ってるんだろうと、うん、でまあ話によりますと、いろんなところでいろんな人にお世話になってるらしいと。お母さんとしては一体そのね、うちの幸がどこで誰にどうお世話になってるやらということで、うん、私とりあえずですね、うん、まあ、さっちゃんの一日をですね、なんて言うんでしょうか、本人に気づかれないよ、まあ、本人にもう全く気づかれていません。カメラ意識されたら全然大丈夫です。全然大丈夫です。もう本人は何も分かっていません、はい、見事な映像に仕上げました。ご覧ください。あっちのあの家かな。他にもさっちゃんがいそうなお宅です。こんにちは。あ、やばい、ここだったんですね。あ、あ、あれ、こんにちは。ちょっと待ってください、さっちゃんがいっぱいいます、ちょっと待って、さっちゃんですか。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、訳が分からなくなってきました、ちょっと待ってください。あ、この方、さっちゃん、あ、この方がさっちゃんですが、さっちゃん太ってますね、これ。さっちゃん、誰でしょう。え、さ、よっちゃん、よっちゃん、よっちゃんなんですか。そうです、よっちゃんも。さっちゃんとよっちゃんがいるんですか。そうです、よっちゃんとこれいっちゃんですね、もう。いっちゃん、どれがいっちゃん。ちょっと待ってください。いっちゃんですよ。え、青い首輪がいっちゃん。青い首がいっちゃん。いっちゃんと、あそこに兄ちゃんがまた。兄ちゃん、ちょっと待ってください。大変なことが、ちょっと待って、兄ちゃん。その子はちょっと待ってくださいよ。その子はちょっと待ってください。家族と犬で、そうです。もう1、2、3、4と。はい。さっちゃん、さっちゃんはおとなしいです。さっちゃんはもうすぐ分かるんです。はい。さっちゃんね、さっちゃんちょっと太りすぎじゃないですか。さっちゃん、さっちゃん、はい、さっちゃん、あ、さっちゃん、はい、さっちゃん。お母さん、とりあえず近所でね、さっちゃんがどういうちょっと情報をもうちょっと仕入れてきますわ。さっちゃんがね。さっちゃんってご存知ですか。さっちゃん、さっちゃん、あ、犬、あ、そう、犬です。こちらでなんかこう、なんかお世話になったりとかしたことはないですか。うん、庭でね、はい、うん、遊んだりはしたけど。あ、さっちゃん、よう庭であの遊ばしていただいてたんですか。はい、あ、浜田さんのところのさっちゃんってご存知ですか。はい、お風呂入ったり。え、誰が。さっちゃん、ここでお風呂入ってるんですか。一人で。いえ、一緒に。誰と。ちょっと待ってください。さっちゃんは、さっちゃんは、え、そんなもう何百メートルも離れてないところのお宅でお風呂入るんですか。すいません、もうこれはでもいろんなことありそうですね。ご近所だけでそんだけなんかお風呂に入れてもうたりさっちゃんしてるということは、多分これはちょっといいですか、これ一緒についていっていろんなことが発覚。さっちゃん、さっちゃん、上に上がって、さっちゃん、さっちゃん、さっちゃん、こうやってさっちゃんいろんなところに上がっていってるかもしれません。さっちゃん大丈夫ですかね、こう
バーッと走ってったりとかしないですか。さっちゃんもう走れない状態ですか。走れない状態なんですね。そうですか、そうですね、自動車でやっぱり、ね、いるんですからね。ポインターとかやったらタタタって僕ら追いかけられませんから。さっちゃん、そっち行ったらあかんよ。さっちゃん、ね、入り口が開いてますからね。さっちゃん出てきました。草むらへ行った。さっちゃんが草むらへ。さっちゃんどうもうんこしてるようです。さっちゃんうんこしてます。すっきりしましたか。さっちゃんすっきりしましたか。さっちゃんバレたらあかんな。これ難しいな。これなかなか尾行難しいな。もう完全に懐いてしまっていますね。我々取材班に、さっちゃんはもうすでに懐いていて尾行どころではありません。これはちょっと気づかれんようにせなあかんな、うん、よし、これで完璧です。これでさっちゃんは私に気がつかないはずです。さっちゃん、気がつきません。さっちゃんが動き出しました。さて、この坂を下りますと結構民家が、点在いたします。どこへ、さっちゃん行くんでしょうか。さっちゃんが今家からこれ相当2キロぐらい離れてますね。多分ね、家から2キロ離れまして、この民家の方へ今、見失った。あれさっちゃん、さっちゃんの恋人でしょうか。友達かな。さっちゃんいつも こちらお邪魔するんですか。さっちゃん、ええ、あ、その犬ですか、ええ、はい、ちょこちょこ来るんですけど、ね、あ、そうですか、はい、いつもね、駅前に毎日来てるよ。いつも駅前来てね、はい、うちとこれに会いこういうやっぱり、あ、もうこれチビに友達なんですか、これ、うん、友達、うん、あ、それはオスのこれ男、これ男、あ、さっちゃんの彼氏がいたわけですよ、こっちよいよこちらに会うというあんね、向こう浜田って言ったかな。あ、浜田さんね、あ、そうだ、会ったことはない。会ったことは、会ったことはないの。噂でね、この子だけ会ったこの子だけ会ったご主人、家の人に会ったことないんやけど浜田さんのとこで知ってるのはさっちゃんだけです。そうなるほど。あ、なんかもらうんでしょうか。そう、お母さん、それ何やってるんですか。これ、ドッグフード。ドッグフードをもらっていました。さっちゃんはこんなところでドッグフード。いつもさっちゃん、毎日来たら食べるんですか。来たら体違ってね。あ、ここはチビちゃんの家ですか。ここはチビちゃんの家。あ、ここチビちゃんの家。ドッグフードを食べています。これは駅前の方でしょうか。駅前の方に、あ、ここが薬局です。あ、水飲んでる。さっちゃん水飲んでます。薬局の前のバケツで水飲んでます。ちょっと薬局の方に聞いてみましょう。さっちゃんよく来るんですか。はい、よくじゃないです。来たらここで何してるんですか、さっちゃん。あの、そこでお水飲んでね、バケツのお水飲んで。バケツお水飲んで。うん。それで。ここらへんコロッと寝たり。マムシドリンク飲んだりしない。しないです。バケツのお水だけ。バケツのお水だけ。あの、すいません、今さっちゃんどっか行きませんでしたか。さっちゃんいました。さっちゃん観光客の方のところにいました。さっちゃん観光客の方のところで。すいません。さっちゃんいつもここ来るんですか。ここ遊びに行きますね。ここ遊びに行きますか。で、ここで何をしてるんですか、さっちゃん。ここでいつも涼んでるんです。さっちゃん、これどれぐらいこちらにいるんでしょう。時間でだからね、一日中いてる時もあって一日中いてる時もあるで、帰りはね、隣のね、薬局行って。あ、じゃあ先へ隣の薬局から来たんですよ。そう、で、帰りは薬局行って、で、薬局のお姉さんに車に乗せて帰ってもらう。薬局のお姉さんに車乗せて持って帰ってる。あそこがね、終わる時間大体分かってるの。その時間何時終わるんですか。これ大体5時過ぎに終わるの。5時過ぎに終わる。あ、ポッキーをもらっています。あんまり食べたらあかんのね。あんまり食べたらあかんでて、それ揚げてるから食べるんですよ。それ揚げなければ食べないんですから。でもあんなんか出てきてくれんでもな。なんか食べんと出ていかんねんな。いつもポッキーですか。大体ポッキーです。大体ポッキー。ここでは大体ポッキーをもらって駅の方へ
駅の方へ今さっちゃんが向かっていっています。あ、さっちゃんはあちこちでみんなに可愛がられながら物をもらって食べています。さっちゃん食べ過ぎです。もうこの駅に来てからもう1時間半2時間近く経っています。もうさっちゃんさっちゃんがお母さん、ちびちゃん、ちびちゃんがやってきました。またちびちゃんとじゃれています。じゃあどうするんでしょうか。お母さん来ました、お母さん行きました。さっちゃんついてきます。お母さんにさっちゃんお母さんについてさっちゃん走っています。ご覧ください、さっちゃん、はい、さっちゃん走っています。お母さんの後をひたすらにご覧ください。まるで蝶のように待っています。さっちゃん、はいはい、さっちゃん、はい、今までこんな感じで速いさっちゃんを見たことがありません。何でしょうか、さっちゃん。さっちゃんのことご存知なんですか。え、友達なんですか。さっちゃん、さっちゃん、さっちゃん、早く帰ってください。さっちゃん、早く帰ってください。 ありがとうございます。さっちゃん、早く家に帰ってくださいね。さあ、さっちゃん、この夕暮れのひととき大変なことが起こりました。いつもさっちゃんが遅くなったら送ってくれるお姉さんがいる薬屋さんの薬局がもう閉まっています。寂しそうです。なんかさっちゃん寂しそうです。いつも送ってもらう人の車がない。さっちゃん、いつまでいるの。おいで、よし、さっちゃんね、帰ってきなさい。さっちゃん、あのですね、はい、さっちゃんがですね、はい、今の白浜の駅前にですね、はい、座り込んでですね、もう動かないんですよ。そうですか。そうなんですよ。他に行きましょうか。あ、そうですね。お母さん来た、お母さん来た。あ、さっちゃん、お母さん、ね、いや、さっちゃんね、あんまりもう帰らへんのでね。いつもやっぱこんな遅まで行ってるんですか。さっちゃん、そう入らへん。さっちゃん、太ってる。さっちゃん、太ってるよね。食べ過ぎですわ。ということで、まあ、ちょっと避妊手術をしてね、お母さんがちょっと太りすぎなんですっておっしゃってたのは、実は食べ過ぎだったんで、いろんなところでやっぱり懐くから可愛いからすぐなんかあげたりするんです、そうなんですよ、僕らもだから犬にあんまり餌やっちゃいけないっていうふうには教えられたんですけど、やっぱりどうしても観光客が多い白浜駅ですから、あそこにさっちゃんがいつくと観光客の人がもう可愛い可愛いってもう入れ替わり立ち替わり列車が来るたびにあげていって、さっちゃんあそこで太くなっていったと。走ってましたね。自分たちはちょっとずつと思ってもその量を食べれば大変なもんですよね。そうなんです。走ってましたね、さっちゃん、はい、もうだからあれはね、走ってるっていうよりね、体をね、こうグラインドさしながらその反動でこう振り子の原理で前へ持ってくるわけです。なかなかもうなんかトルネード投法のようなそれ、さっちゃんを見かけた方はあまり餌をあげないように一つお願いいたします。